おはようございます。バイリンガル YouTuber の高野が今日も皆様にコミュニケーション上のワンポイントプレゼンテーションアワーをお届けいたします。今日は7月は22日金曜日、今日のテーマはコミュニケーション365。コミュニケーション365という本を今書いてます。私はこれからですね、考え方変えまして、コミュニケーションのトレーナーとして皆様の前に立つときがファシリテーターでありプレゼンターでありネゴシエーターでありじゃなくて、365日毎日毎瞬時コミュニケーターであるべきという言葉を自分の体に叩き込むためにですね、毎日瞬時がコミュニケーターというですね考えを持つことにします。今から死ぬまで、はい、私のですね本はですねたくさん出しました。146冊目と147冊目の本を今書いてですね、2つとも8月中に出版になりますが、本テーマはですねコミュニケーション365です。はい、1冊目の本はですね、コミュニケーション365ファシリテーションプレゼンテーション編です。行従座が一年中毎日ですねファシリテーターでありプレゼンターであれという思いを込めて世に送り出す本です。はい、147冊目の本はですねコミュニケーション365ネゴシエーターおよび人間力、この2つのテーマをですね凝集した本です。はい、この2つの本を8月に出版しますから、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、その両本はですね私が今まで喋り続けてきた YouTube のですね、過去の履歴からですねいいとこ取りして載せてますので、全ての章でですね動画で腹落としができます。日本語と英語のですね3分ずつの動画をつけてますので、まず文章で理解してその後動画を見ていただいて、英語も一緒に見れば6分かかりますが、見ていただいて1冊目の本ファシリテーションとプレゼンテーションを体得してください。2冊目の本はネゴシエーションと人間力をつけるにはもってこいだと思います。はい、今日はですね8月に出す2冊の本についてお話しましたが、行従座が年がら年中コミュニケーターのマインドを持とうというお話です。はい、さようなら。